아기자기하고 막 되게 귀여운 것들이 되게 많네요. 서울에 이런 시장이 없나? 골동품이 되게 많은데. 안녕하세요, 다홍입니다. 오늘은 제중상의 토크から 한국어를 공부しましょう. 아기자기하고 막 되게 귀여운 것들이 되게 많네요. 아기자기하고 막 되게 귀여운 것들이 되게 많네요. 아기자기하고 막 되게 귀여운 것들이 되게 많네요. 아기자기하고 귀여운 것들이 되게 많네요. 또 하나 했습니다. 의미는 아기자기하다. 아기자기하다와 고마고마として 可愛いという 의미를 갖고 있습니다. 그래서 고마고마として 可愛くて そういう 可愛い ものたちが すごく たくさんありますね. たくさん多いですね. と話しています. ここで 아기자기하다 もぜひ覚えていただきたいんですが トゥエゲ トゥエゲの使い方もぜひ覚えていただきたいと思います。 意味はとてもとかすごくという意味なので、 例えば値段がすごく高い、 값이 되게 비싸다とか、 ここの食べ物とても美味しい、 여기 음식 되게 맛있다、 今日はすごく暑い、 오늘은 되게 덥다、 その人すごく怖い、 그 사람 되게 무섭다、 のようにすごいという意味を、 ここで ジェジュンさんが 귀여운 것들이 となしましたね。 はい、 귀여운 것들이 可愛いものたちが という意味ですが、 この 귀엽다 という形容詞について 皆さんよく 質問されます。 先生、 귀엽다 と 예쁘다 の 違いは 何なんですか? とよく言われるんですが、 まず この 귀엽다 は 英語で言うと キュートに近い ニュアンスを持っています。なので赤ちゃんとか子供のように小さくて愛らしい愛しい、そういう人やペット動物とか物に対して、そういう可愛らしい小さい、そういう可愛らしいものに対して使う言葉になります。なので年上の人に使うとちょっと失礼に当たることがありますので、ご注意ください。その一方、 예쁘다와どっちかっていうとキュートとか可愛いというキュートという意味のニュアンスよりはこう綺麗美しいというそういう美人というニュアンスがあります。 서울에 이런 시장이 없나?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  골동품이 되게 많은데 골동품이 되게 많은데 골동품이 되게 많은데 서울에 이런 시장이 없나? 또 하나 했습니다. 서울은 このような市場はないのかなと話しました。では次の文章に行きましょう。 골동품이 되게 많은데 또 하나 했습니다. 골동품은 안티크, 骨董品ですね。 そういう昔の古い骨董品のこと、 안티크のことを 골동품, 골동품도 하나 했습니다. 아기자기하고 막 되게 귀여운 것들이 되게 많네요. 서울에 이런 시장이 없나? 골동품이 되게 많은데 本日のレッスンはいかがでしたか? よかったらいいねぜひ押してください。 そしてまだチャンネル登録をされてない方々いましたら ぜひチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。 今日出てきたフレーズや単語をまとめて 毎日無料メルマガでテキストを配布しております。ぜひ無料ですので登録してみてください。そしてもっとたくさんの韓国語のフレーズに触れたいという方、聞き流し用として使ってみたい、毎日勉強に使ってみたいという方はぜひ有料メルマガもチェックしてみてください。説明欄に詳しいことが書かれております。はい、今日もありがとうございました。안녕!